柴田公洋は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属していた元町教師。義理の父に、伏せただし、義理の姉たちの配偶者に、進化は恵み、岩本一蔵らがいる。1971年、立党、柴田藤雄旧社所属の騎手候補生となる。1972年、立党、清田十一厩社所属となる。1975年、 騎士免許を取得し、同級者所属で騎手デビューする。デビュー戦は3月1日で、爽やかほまれに騎乗し5着、5月24日に爽やかほまれに騎乗してレー,しレースを制し、初勝利を挙げた。1977年7月10日に金ャ地賞を町金来校に騎乗して制し、重賞初勝利を挙げた。 1980年、ワシントン DC インターナショナルで、ハシクランツに起乗するため、アメリカに遠征した。なおレースは発着だった。1989年、2月に調教師免許を取得し、機を引退する。騎手成績は、中央競馬通算2067,184勝。1990年、旧社を開業し、3月3日に管理場が初出走し、 町金小原派が14着となり、4月20日に町金もゆるが勝利し、延べ20戦目で管理場が初勝利を挙げた。1998年11月21日に京都大障害を一番流が制し、管理場が重賞初勝利を挙げた。1999年2月1日に地方競馬への管理場初出走となった名古屋競馬場で行われた。 名古屋チャレンジカップマンゴー賞にフェザンツ・フェザーが出走して4着となる。2000年2月21日に荒尾競馬場で行われたタンポポ賞を IT スワローが制し、管理場が地方初勝利を挙げた。2004年2月1日に中央競馬通算200勝を達成した。2018年2月28日付で調教師を優退することになった。ありがとうございます。